ブリーチブリーチの登場人物、浦原喜助浦原キ助は、久保太都作の漫画作品を呼び、それを原作としたアニメ、ブリーチに登場する架空の人物。アニメの声優は、三木真一郎。ミュージカルでの俳優は、伊藤洋介、大山正史。実写映画版の俳優は、田辺誠一。表向きは、浦原商店なる。 古びた駄菓子屋の店主だが、実態は現世にいる死神に対して、霊的商品などを売る、巨ごとに、ランク分けされた監禁システムで虚を浄化するごとに、賞金を渡すなどの死神への援助を行う、闇商人。ルキアの現世における行動を援助している。一人称は、あたし。だが、過去編や親しい人物に対しては、僕というため、本来の口調はこれであると思われる。 語尾に、すとつけることが多い。相手に対しては、敵味方関係なく、基本的に、三つけする。自称、ちょっと影ある、ハンサムエロ店主、また、しがない駄菓子屋の店長といったこともある。いつも、下駄と、帽子、人米という格好で杖と扇子を携帯し、ひょうひょうとしていて真面目なのかふざけているのか判別が、難しい。 初登場時からことあるごとに何かを隠しているような、あるいはほのめかすような言動を繰り返しているため、その真意はつかみにくい。また、若干 S の気がある。以上の性格、言動のために、周りからは、うさんくさい、変態と思われている。一方で地声で凄むと一守るが凍りつくほどの迫力がある。その正体は、愛前宗介の策略により屍魂かを 追われた先代の森手13隊12番隊隊長であり、技術開発局創設者にして初代局長を兼任した死神である。戦闘においては十人の一人である闇を赤子同然にあしらうなど、元隊長としての実力を垣間見ることができる。また、軌道を述命すら唱えず使用し、得意の義務黒技術を活かした新発明、携帯用義務黒を使用することで、 変わり身の防御儀を編み出している。作中では檻に触れ、市守や死神らがピンチに陥った際に駆けつけている。夜市とともに事実上の市守の死として彼の能力を伸ばすための助力を行う。登場人物の中では珍しく、戦闘時にも負傷する場面が少ない人物でもある。藍染には、自らのその類いまれな頭脳から自身の頭脳を超える。 唯一の存在と一目置かれている。清流魂以外は、かつての拠点であり、彼の作った、千回門はそこにしか行けない。また、巨形に続く穴、黒空を開くことができる。追放された際に逃亡法女七位を失った四、封印夜一とは幼馴染みで、今も交流が深い。柴空鶴の言葉からすると、柴家とも繋がりがあるようである。百十年前、 二番隊、第三席だったが、当時の森帝十三隊、十二番隊隊長であった、引き船気流が王族と組む、番隊に選ばれたのを機に、夜一の推薦、元柳祭含む三名の隊長の立ち合いで、行われた、体育試験合格を経て、公認の十二番隊隊長になる。この頃の一人称は、僕。十二番隊隊長に就任後は、 副隊長の非与里に反発を受けながらも、次第に周囲を自分のペースに巻き込み、その後、ウジ虫の巣に収監されていた黒土真由里を自分の死後に局長の座につかせることを条件に部下に引き入れ技術開発局を創設。天才的な発想と技術により、様々な独創的研究開発を行い、十二番隊を技術開発という独自路線へと導いた。 そのひょ,ひょとした外見と振る舞いからあまりやらごとに慣れていないかのような印象を抱かせるが、二番体、在籍時にウジ虫の巣の管理を任されていたことがある。ここの管理を務める必要条件、すべての習慣者をすでで制圧できることからもわかる通り、実際は高い能力を有している。アニメでは、ひょ,ひょとした振る舞いからソイフォンに、タイダでグドンと形容されていたが、 彼女の印象とは逆に、重宝、制圧活動を遂行させ、部下からの信頼も厚い実力者としての偏鱗も覗かせている。101年前に巨都市二神の境を越える物質、抗玉を開発したが、その危険性を危惧し、破棄を試みるが果たせなかった。後に、その存在を喰らませるため、ルキアのコンパクに密かに隠すことに成功した。コンパク消失事件で、 霊圧反応が消失した拳西と白のもとへ、赴いた、当時の部下である、ひよざとを救うため、霊圧を遮断する街灯を起きて、当時大気道長だった、鉄際と共に、現場へ急行。平子徹が藍染めによって許可の被害に遭うのを、目撃し、放玉で彼らを救おうとしたが、中央46室に捕らえられ、藍染めが行った、許可の実験の罪を擦りつけられ、屍魂会を、 追放された。そのため、屍魂会には、いかなる方法をもってしても入れない。しかし、破面編のソラザ決戦では、屍ね魂会へ転移させた、ソラザ町にいたことから、何らかの方法で屍ね魂会へ入ることはできる、ものと考えられる。劇場版、第3作目では、屍ね魂会に入る手段がないわけではなく、本人は、遠慮していたと言っている。 またその際、霊子を含まないため中に入った死神を、補足不能にする上に霊力を分解してしまう特殊な義務黒を作り、その義務黒で現世に身を潜めるとともに、宝玉の存在を完全にくらませようとしていた。なお、藍染めは一守るにはその義務黒を作成したことで、裏腹が追放されたと述べている。また、現世にて許化に伴う次回作用である。 コンパク自殺を克服する手段を編み出し、仮面の軍勢と黒崎正樹を救っている。ルキアが屍ネ魂会に連れ戻された際、彼女及び宝玉を奪還するため、白なりとの戦闘で奪われた一守の死神能力を呼び戻して特訓したり、一守たちを屍ネ魂,魂会へ送り出したりと協力する。当初は一守から名前を覚えてもらっていないせいもあり。 下駄帽子と呼ばれていたが、特訓以降は名前を覚えられさらに敬意を表したのか、浦原さんと呼ばれるようになる。屍魂魂会から帰還した一行を出迎え、真相を知った一モリラに対して謝罪した。井上織姫の能力が愛禅宗介に狙われることを危惧し、彼女に戦力外通告をして戦線から遠ざけようとしたが、彼女の拠剣への連行は防げなかった。 後に織姫を救出しようとする一守たちのため、巨剣へ行かせるために黒空を開き、一守たちに協力した。またその傍ら、隊長各専用の黒空開通や天界結柱の製作など、元柳祭の命を受け合い染めの現世信仰の対応に尽力していた。一心が藍染めとの戦闘中に夜一と共に参戦した。その後、 一守が無月を放った後も倒れなかった藍染めに、千住白天太頬を放った時に仕込んでおいた封印貼り付けを発動させ、藍染めを封じ込めた。銀城たちが行動を起こした頃から一心と共に、裏で一守の死神の力を取り戻させるために行動する。そして力を取り戻させるために、霊圧を込めて注ぐことのできる特殊な刀を作成し、 現世にいた仮面の軍勢たちの協力をはじめ、森邸十三隊も元柳祭の、しきたりに染むこうと、ここで恩義を踏みにじれば、森邸十三隊英隊の恥の一声によって、総隊長命令による、全隊長、副隊長の協力を得ることに成功する。その後、ルキアに、皆の霊圧を込めてもらった刀で一守るを貫いて、もらうことによって、一守るに、 死神の力を取り戻させた。小説、ザベスセーブ・ザ・ストロベリーでは、市守が死神の力を失った時からすでに彼に死神の力を取り戻させるための研究を始めており、それから一年と数ヶ月後に残月と非常に近い性質を持つ一心の図記をベースに複数名の霊圧を込めることのできる刀の作成に成功していたことが明らかとなる。また、 同小説では藍染めになすりつけられた罪は、元柳祭の尽力もあって、藍染めの暴略が認められたことから鉄祭、夜一の罪状ともども取り消しとなったこと、焦点も、屍魂魂解剖人となった上、破面編でキスケの存在が広く知れ渡ったため、現世駐在任務の死神が多数訪れるようになって、手が足りなくなりつつあるほど、忙しくなっていることが語られている。 巨剣から現世に逃れてきたネルたちの頼みで巨剣へ向かおうと決意した一守たちの前に現れて黒空を開いて自らも一守たちと共に巨剣へ向かう。そして到着した巨剣でドンドチャッカを救出した後一守と交戦していた巨剣狩猟部隊隊長キルゲオピーを清潔層から凍結層に切り替えた一瞬に致命傷を与えて倒した。そして アキンからの連絡で屍かばね魂会が滅却師たちの襲撃を受けていることを知り、戦海門を開いてイチマモ守を送り出した直後に乱争展開で再び動き出したキルゲによって、織姫たちと共に負傷し窮地に陥る。しかし、その直後にキルゲが何者かに両断されて、剣を突きつけられる。見えざる帝国が一時撤退して、イチマモ守たちが霊王宮へ向かう直前に、 本に仕込まれた通信装置でイチマモ守たちに連絡した時には、織姫たちと共に負傷から回復した姿を見せ、イチマモ守が見知った何者かと良い契約が結べたことを伝えられ、後に、それがグリム城であり、敵を倒すところまでが契約であるということが明かされた。トロレーテーが見えざる帝国に侵食された後、技術開発局に到着し、 巨剣での観察結果からメッキャック氏が巨に対しての後退を持たない種族だということを発見し、万次会を許可させる新加減役を開発し、隊長たちに送信し戦況に大きく貢献する。その後は、マユリと共に戦いを見守っていた。マユリが戦場に出た後は、マユリがすでに作っていた砲台を調節し、一森通るを礼王宮へ打ち上げた。その後は、 霊王宮を守るべく、生存している体調核を集める霊王宮へ突入。しばらくは軽学らと行動を共にしていたが、夜一の不利を察知し、救援にかけアスキンと交戦。またアスキンの口から未知数の手段によって突起戦力に数えられていることが判明する。夜一を黒猫線比目にするなどサポートするが、アスキンが完成体を発動させたことで追い詰められる。 万次会を発動させ、グリム城との連携で、アスキンを撃破するも、自身も限界を迎え倒れる。最終回では登場しなかった。小説版では、生存していて新たなる、発明品を提供していることが判明した。また、アウラや、ユキイトグチと対決したが、彼女の術の前にさらわれてしまう。しかし、実際は繋い,いよ大事なだに気づかれないように、ユキイトグチが、 空間上に浮かべたブロックノイズの長端による言語コードによって事情を知った裏原がわざと雪糸口の能力に取り込まれたというのがことの真相で叫び谷にある空中下区のシステムを乗っ取って時などの野望の阻止の一端を担った正体は語られず戦闘場面はないが原作同様に駄菓子屋を営み一守るにしろなたちの情報提供をするなどの 形で支援している。残白刀の名は、紅姫。裏原が、彼女と呼んでいることから、本体は、女性と伺える。封印時は常に持ち歩いている。仕込み杖の形状で、悟る魂鉄鋼と同じ効果を有している。能力解放とともに、唾のない短めの実家刀に変形する。また、それとは別に、泣け、紅姫の介護で刀身から血を流すとともに、 様々な技を繰り出す。一マモルの残白刀糸も簡単に切り落とすなど、切れ味も抜群である。夜一の回想シーンでは、杖ではなく、通常の刀を持っていた。介護は、起きろ、紅姫漫字会の名は、観音会、紅姫改めめ自身の開発した、天神体という特殊礼具によって習得したと述べている。能力解放と同時に、髪の長い巨大な女性が、 裏腹の背後に現れる。触れたものを作り変える能力を持ち、目などの部位を失った場合でも、その部位を作り変えることで治療できる。また、閉鎖空間の出入り口を作るなど補助としても使え、応用性も高い。裏腹は、この万次回は人を鍛えるのには向いていないと発言している。高度な90番台を使用していたことから、軌道にはたけていると思われる。ただし、 バウントペンでは現世にいる花太郎を呼び寄せたことから、回復の術は使えないようだ。ありがとうございます。